テセル島の海戦は、大同盟戦争中の1694年6月29日、ジャンバール率いるフランス船7隻による、フランス5艘船団の奪還。この5艘船団は、ヒッテ・ショードス・デフリース率いるオランダ艦隊に打破されていたが、バールは船団の奪還に成功した上、オランダ艦8隻のうち3隻を打破した。デフリース自身も捕虜になったが、 重症を負ったため直後に死亡した。1692年と1693年、フランスの農業は不作であり、飢饉と薬病を引き起こした。そのため、1693年から1694年にかけて200万人以上が死亡した。フランスは、ポーランド、スウェーデン、デンマークといった中立国から穀物を輸入する必要に迫られた。 1694年5月29日、ジャンバールはノルウェーに向かって、穀物を積載した、船体120隻をフランスまで護衛する任務に就いた。しかし、船体は、バール艦隊を待たずに出港、中立国の船3隻のみが護衛した。船体は、直後に戦闘もなく、オランダに打破された。ジャンバールは船体を探し、6月29日の午前3時に、オランダ領、 テセル島沖でそれを発見した。バールの艦隊が有した大砲は、オランダ艦隊より少なかったが、バールは午前5時に、オランダ艦隊のヒッテショードスでフリースの機関プリンス、フリーズを攻撃した。半時間もの間続いた激しい海戦の後、プリンスフリーズは打歩され、デフリースは重傷を負って捕虜にされて2日後の7月1日に死亡した。 オランダ船は他にも2隻が打破され、残りの5隻は港に逃げ込んだ。オランダ側の損害は、戦死100、負傷129、捕虜4 5 5だった。ジャンバールは、フランス艦隊の損傷を修理した後、船隊を護衛して、ダンケルクに向かい、7月3日に到着した。バールは、英雄として迎え入れられ、5日には、息子のフランソワ・コルニルと、義兄と共に、 ベルサイユ宮殿に召喚され、フランス王イ14世から祝賀を受けた。バールは8月4日に貴族に乗された。ありがとうございます。